はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも NGO に所属されてアフガニスタンっていう国を対象にずっとお仕事をされて来てらっしゃった加藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、加藤真希と申します。私は今平和村ユナイテッドという新しい NGO の理事をしつつ、少しピースインズジャパンという NGO のスタッフもしていて、どちらもアフガニスタンを地域の人々と一緒に活動しています。なるほど、ありがとうございます。よろしくお願いします。もともとずっと NGO に働かれてらっしゃったんですよね。そうですね、学校卒業してからもずっと NGO 一本できました。なるほど。大学卒業してからはどこだったんですか。日本の大学を卒業した直後はメキシコにいて、ディプロマっていう1年間の専修コースで勉強を続けた後、そのまま現地の NGO でも活動してました。あ、そうなんですね。加藤さんって NGO とかアフガニスタンを対象にお仕事されてらっしゃったと思うんですけど、そもそも国際協力とか海外とかに興味を持ったきっかけってどこだったんですか。私の場合は、はい、多分遡ること高校時代に、あ、そんな昔なんですね。なりますが、15歳の時に留学しようと決めて、あ、高1でしたね。はい、高1の時に1月からニュージーランドに1年留学する機会がありまして、それも団体通じたプログラムだったんですけど、私和歌山県出身なんですけど、海外とか海外の文化とかあんまり縁がなかったような時に、単身で全く違う国に1年間住んだっていうのがものすごい刺激になりまして、今に至るのかなと振り返って思います。なるほど。一人で行くわけじゃないですか。どうでした。ただあのプログラムだったんで、同期の何人かと一緒に行って、でも行った先はみんなホストファミリーにそれぞれ入るので、バラバラに受け入れがあって、だから結局一人なんですけど、英語もねできないですし、高1ですから。ニュージーランドも外国人が結構多いオークランドに行ったので、外国人が全く一人ってわけでもなく、留学生も多かったので、その辺は割とこう自然に溶け込めたのかなとは思いますね。なるほど。実際どうでした。1年間行ってみて自分のためにはなりました。なりました。なりましたし、目的は英語を学ぶため、英語とか違う様式の生活を体験してみるっていうことだったんですけど、私の場合本当にホストファミリーも恵まれて大事にしてもらったし、本当に楽しい経験をさせてもらったし、何よりこの後の自分のキャリアにもつながってくるんですけど、思いもよらぬ友達ができたんですよね。あ、そうなんですね。でニュージーランド行ったんで、ニュージーランドの友達ができたらいいなって思ってたんですけど、意外にできたのが、同じく留学に来てたラテンアメリカの友達だったんですよ。なので私は日本から来てましたけど、同じようにチリとかアルゼンチンとかグアテマラとか、いろんなところから、南米からも留学生が同い年ぐらいの子が来ていて、その子たちと出会ってすごく仲良くなって、こうラテンアメリカの雰囲気に魅力をものすごい感じちゃって、英語勉強しに行ったんですけど、スペイン語の勉強を始めちゃって、やばいやばい、そうだったんですね。学校で授業があったので、英語はネイティブにはもちろん追いつけないんですけど、スペイン語だったら言ってみれば同じベースなので、それなりにやれたんですね、クラスの中でも。なのでスペイン語の勉強とかやったりとかして、ラテンアメリカにちょっとのめり込むきっかけになったのもこの留学の時でした。なるほど。じゃあその高校の留学終わって、大学の時はどうだったんですか。高校の留学が、あったので、今度はラテンアメリカの地域に留学しようと思って、日本の学校ですけど進学しました。あ、そうなんですね。でももう決めていて、今度はアルゼンチンとか、メキシコとかもありますけど、その中南米地域のどこかの地域に、スペイン語も勉強するために行くぞっていうのが決めて、大学に進学しました。はい、そうなんですね。実際どうだったんですか。そこでなんか留学行ったんですか。行きました。そうなんです。有言実行。行きましたね。え、どこに行ったんですか。それはメキシコです。なので、そこから私も今に至るまですごくもうメキシコどっぷりになったんですけど、アフガニスタンにこの後つながるんですけど、それまでの大学の時点まではアフガニスタンなんて一切なくって、ラテンアメリカが大好きで、友達がすごく明るくて律儀な日本人とめちゃ対照的みたいな異文化の出会いがあって、スペイン語の響きもなんか素敵だし、いつも歌ったり踊ったりしてるし楽しそうだなっていう、この文化圏を知りたいって思って、自分なりにいろいろ調べていくうちに、ラテンアメリカってすごく明るくて華やかな雰囲気を持ってたんですけど、ものすごい格差もあるんだなっていうのに徐々にこう気づいていって、貧困地域
域だったり治安が悪いっていうので挙げられる地域もあるし、こんなになんか楽しげな人たちがいる地域なのにどうしてこんなに格差とかすごい貧困じゃんって思うようなことにちょっとずつ知っていて、ますますこの地域の仕組みを知りたいなと思って留学先を選んでメキシコに行きました、うん、なるほど。メキシコには何をしに行ったんですか？それは具体的に向こうの大学で授業を受けるため？そうですね、交換留学で2年生から3年生にかけて行く時期だったので、はい、普通に向こうの大学で1年間単位を取ってくる、うん、なので勉強をしました。まあ、スペイン語の勉強もちろんですけど、文学とか経済とかビジネスとか、うん、あっちの大学で取れる授業を取ってきました、うん、なるほど、そうなんですね、うん、じゃあ実際メキシコにも1年間いるわけじゃないですか、はい、実際その生活はどうだったんですか？楽しかったんですか？憧れていたラテンアメリカの地域に自分が実際身を置いてすごくいい友達ができたのもそうですし、私の中では初めて貧困って何かっていうのを肌で感じる体験になったので、スラム地域にボランティア活動がたくさんプログラムがあったので私もそれに参加して行った時に、スラムですよね、地図にもない地域とか地図にこう正式に登録とかされてない人々がこう作ってったような地域で、電気とかも通電してるようなところだったりとか、そこに行った時に普通に人々が住んでて子どもたちが元気にボール蹴ったりしてるわけなんですけど、まあ、そういう地域に行った時に1日で建てましたみたいな家とかが並んでるようなところに行った時の空気感とか肌に当たる風とか匂いとかそういうものを感じた時に、なんでこんな地域がこんな今豊かであるべきメキシコであるのかなとかすごく思った経験が実体験で得られたので、そこはその後 NGO 活動していくきっかけになりました、はい、なるほど。でも総合的に見てもその留学っていうところは自分、はい、にとってはめちゃくちゃ良かったってことですよね。あ、そうですね、まあ、メキシコへの飽くなき好奇心がどん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 出てくるし、うんうん、1回1年いて留学が終わってまた日本の大学戻ってきて日本の大学を卒業した、そうか、ディプロマ後もまた行っているので、なるほど、何度でも行きたくなるメキシコでもちょっと考えてみると、はい、日本の大学で学士号を取るじゃないですか、はいはい、でもメキシコの大学でディプロマを取るんですよね。はい、そうです。ディプロマを取るっていうのは何学部で取ったんですか？学部は社会経済政治学部みたいな学部が大学にあり、そこの一応グラジュエートコースですね、はいはいはい、なので学士号医療の人が取れる専修で、そこでは地域開発学っていうのを取りまして、はい、先住民族の地域でその人たちの暮らしをどう良くしていくかっていう研究をする面白いフィールドワークがベースの大学だったんですけ ど、ちなみにどうやってそれ見つけたんですか？応募も聞いてみたいですけど。あ、それはですね、私も結構特別にそこでの留学を許してもらったんですけど、大学卒業してディプロマを取りに行った時は日本の政府とメキシコの政府の提携があって、お互いの学生を交換して受け入れるっていうプログラムにそれは応募しまして、はいはいはい、結構首都の大学に行く人が多いんですけど、私はせっかくね行くんだったら先住民族地域の暮らしとか興味があったので、どうやってその人々が自分たちの生活を改善して、例えばスラムに住んでる人はどうやってそれを良くしていくのかっていうことの研究に興味があったので、そういうことができる、かつフィールドにも行ける、せっかく現場に行けるんだからっていうことで、フィールドワークができる大学をネットですけどね調べまして、ユニークでしたね。週の半分フィールドに行くので、で戻ってきて座学で論文を書くっていうようなチームで論文を仕上げる、そういうディプロマでとっても面白い体験でした。なるほど、うん、じゃあその時の費用っていうのは国が保証してくれたって感じなんですか？あ、そうですね、あの私の場合はメキシコ政府からもらう。え、じゃあ自分がお金払ったのは、はい、そこでの生活費ぐらい、生活費の足りない分ぐらいですかね。なるほど、生活費と学費もいらなかったし、渡航費もそういうのは持ってもらえるので、あ、おすすめですね。え、ちなみになんですけど、うん、それは今もやってるんですか？今もあります。そうなんだ、はい、あ、でもメキシコ最後一番おすすめのスポットでいうとどこですか？おすすめスポットは、はい、私が行っていた、うん、まあ行ってたからそうなっちゃうんですけど、うん、ケレタロ州っていう州がありまして、もう分からない、ケレタロ州がどこか聞いたこと多分ね、メキシコ知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、とても綺麗な州があって、そこの中でもさらに都市部からちょっと離れて私がフィールドに行っていたトリマンっていうムニシパリティなんていうか行政区があって、はいはいはい、そこがやっぱり思い出の場所ですし、先住民族の伝統的な暮らしと、まあ、今変わってきてはいるんですけど、はい、都市部と接点を持っているので、ただスペイン語ではなくて先住民族語が話されていたりとか、はい、サボテンが生えてる家に住んでる、すごく良かったのは、はい、先住民族の方のお家なんですけど、自然の造形をそのまま使って家にしてるんですよ。だから全部取っ払って家作るんじゃなくて、岩なら岩、サボテンならサボテン、家に入れたまま家を作ってる、使ってるんですよね。サボテンの針にコップとかなんかを
かけ、かけたりすごくいいなって私本当に思って。そっか、それを一つ家具として捉えてるんですね。そうそうそう、木なんていい形のものがあったら切る必要なくて、はい、そこにかけたりキッチン道具とかをそういうところに収納してて、面白いわ、素晴らしいって思いました。本当そうなんですね。なるほど、ありがとうございます、はい、この動画では加藤さんが国際教育に興味を持ったきっかけから大学とか高校を何してたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画では大学卒業してメキシコのディプロマを卒業してどういう選択をされるのかっていうところのお話をお伺いしようかなと思ってます、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。